はーい、どうもお待たせいたしました。本日はですね、失踪したアイドルのストーカーをしていきたいと思うんでよろしくお願いします。こんにちは。ちなみに失踪したアイドルって言ってますけど、別に彼女のことじゃないんでよろしくお願いします。では早速起動の方やっていきましょうか。ドドドドドドプリコラージュアイドルリゼッドスタートです。じゃじゃん。あ、フルスクリーンになった。音大丈夫か。そうや、コントローラーでできるのかな。おお、なんとも妖艶な女の子がいますね。ちょうどいい女や。こいつアイドルか。もうこれアクタンじゃん。いや、この子はアクタンじゃないと思うけど、一応コントローラーも刺してと。このゲームはマウスでやるのかな。サインイン、コンティニュー、オプション、なんだこれ。なんかパラは、なんだ、はてなはてなはてなって。この写真も新しく見つけれることができるってことか。へえ、ほうほう。なんで秘密ってしてんやろ、これ。気になるゲームですね。シャットダウン？シャットダウンは2回ぐらい押した、俺。フルスクリーンにするのと音量の設定の時のために、これシャットダウンだけ2回押して、押すとこうなる。うん、もう1回起動しなあかんからな。じゃあやっていきましょう。なんなら可愛らしい女の子ですね。シャットダウン押しちゃダメなんね。よし。じゃあ早速、プリコラージュアイドルアイドリゼッド。これ意味は分かってません。やっていきましょう。この子お腹出してるぞ。へそはこの辺か。ちょうどオプションのあたり、オプションのあたりがへそかな。シャットダウンが お股のちょっと上ぐらい。これちょっと待てよ、よく考えさせて。人体の秘密や、人体の不思議。へそはオプションあたりじゃねえかなって思うけど、どう、下すぎる、難しいな。どこだ。うん、二の腕もええ感じやな。むにょってしてる。ではスタートです。おお、この作品はヘコさんです。あなたが見ている配信者さんに対して悪用しないでください。しないでくださいね。このゲームで得た知識を悪用は。おお、セナ失踪、連絡つかず、人気アイドルグループナナウスター、トップニュースってよ。トップアイドルなんかセナがいねえぞ。クリック、はい。セブンユースターセナが失踪、連絡つかず、人気アイドルグループラスター、ラスターって言うんや、これで。最近なんかこの数字を A とかに言うのおるよな。のセナが17歳、行方不明だと分かった。関係者は21日夜から連絡がつかないと説明。捜索願いを出したが、ファンからは不安の声が上がっている。ファンからだけに。おい、17歳って大丈夫かよ。これ検索ワード、セナ検索、え、ここに検索すんの。あ、セナって検索できる。こうやってインターネット上でワードを選択していく感じか。おい、セナのツイッター見つけたぞ。可愛い、嫌い、整形だいたいこんな感じなんや、アイドルの検索候補は。17歳で。これがセナのツイートグラム。まあ、インスタグラムかツイッターなのか、どんな子なのか調べてみよう。俺はファンでも何でもないんかな。タスク達成、アイドルの名前、トゥードゥ、アイドルの名前、所属グループ、出演した番組、通う学校。これを探っていけばええんやな。よーし。もう一回覚えと。クリック、ここを見ると、セブンエンジェルス、デビュー。AV で覚えました、デビューって。2023年8月、最近やな。ほう、セブンエンジェルスで検索できるぞ。セブンエンジェルスと。父でかいなこいつ。セブンエンジェルス、2023年に放送されたオーディション番組全10回、数千人の中から選考で選ばれた13人が番組に登場し、試験に勝ち残った7名が、何だっけこれ、セブンスターとしてデビューした。放送中参加者は番組や公式 SNS でしか露出がなかった。へえ、ラスターな。セブンエンジェルス炎上、番組でのセナさんの行動が話題になってます。お前デビューして何ヶ月か知らんけどさ、すぐ炎上するやん。これやから若造わかんねん。あ、セブンエンジェルス炎上、番組でのセナさんの行動が話題になっています。セナ空気読めない。脱落が決定したメンバーの前でセナさんが歌い出すシーンがありました。それが相手に失礼だと一部で批判されているようです。こいつ大物すぎやろ。
お前たち落ちたでこの曲歌えやんやろ。私ずっと応援してて大好きだったこの曲、落ちたみんなの前で歌います。聞いてください、エンジェルス。大物すぎるな。編集のせい、ネットでは編集がおかしいからセナが悪く見えるという意見もあります。あるわ、変更報道な。確かに不自然にカットされたシーンもあるようです。いかがでしたか。セナさんには頑張ってほしいですね。クソ最低やねえか。うん、これはガラスの靴。帰り道に落ちてた。ガラスの靴が、あ、ガラスの靴、ガラスの靴。タスクを達成した。出演した番組アイドルの名前、ガラスの靴が SNS 悪用した空き巣の手口。え、あー、ガラスの靴が落ちていたと SNS に写真を投稿した人物が空き巣の被害に遭った。この近くに住んでるどういう人かってのが分かるってことか。これは道に珍しいものを置いてターゲットに写真を投稿するように誘発し、投稿時間から帰宅時刻や住所を割り出す手口だ。こうした犯罪に巻き込まれないよう SNS の利用には用心するべきだ。確かにな。なるほど、賢いね。これ何食ってんだ、右利き。いや、わからん。最近飲んだは、あの文字とか反転するように、なんか自分が鏡に映った時の写真で撮るからサウスポーかもしれやん。おい、なんか映ってんぞ、朝ごはんのここに。東京タワーじゃねえこれ、ほら景色反射。おこれなんや、セリーズ来てんぞ。なんかパッサパサやなこの米。セリーズ、景色反射。タスク達成。 SNS の写真投稿に関して、 SNS に自撮りを投稿するときは写真に写っているものを確認しましょう。ガラスやスプーンなどに周りの景色が反射しているとその景色から住所などが特定される可能性があります。個人情報の漏洩には注意してくださいってよ。なるほど、これは制服写ってる。今の気持ち、お前このおっぱいいいでしょうにしか目がいってなかったやろ。お前制服写ってんぞ。セナ制服、どこの学校の子なんだ。アホ女やな。私物特定は、なにこれ。セナの制服まるまる高校っぽい。やっぱ金持ちなんかな。セナの同級生です。セナの電話番号住所所持しています。値段など詳細は DM で売られてる。これは何、これは何なん。なんでこれ売られてんの。これはこの子は同級生の子がこうやって脱いでるわけ。めちゃくちゃやな世界観が。ほんほんほん、もうこれはネイルや。なんかおかしなとこあるか。個性、あら、なんか薬飲んでんぞ。錠剤 LE。 セナちゃん何やってんの。ちょっと人気出て調子こいてるパターンやこれ。LE ってなんだ。ストレスによる不眠症の解消なの。いや、これは見せつけてきたんやと思うぞ俺は。私こんな大変なんですって。その割には人前で、落ちたアイドルの前で歌を歌うっていう。これは誰この男、女かこれ、わかんねえ。何飲んでんのこれ、タピオカ差し入れ。あ、バナナなんたヘブン、バナナヘブン、バナナヘブン公式サイト。なんだこの寝取りそうな男は。こいつに侵されたんじゃねえかセナちゃんは。え、なんて書いてあるかわからん。ウェルカムトゥーや、バナナヘブン、アディシチブフリー。値段はないんて、安いんだこれ。何これ見て、何なんだ。所属したグループが分かればいいんだ。あとは、おい、こいつ化粧してんぞ高校生で。やコンシーラー、コンシーラーってなんだ。化粧、撮影の休憩中最近こればっか使ってる。なんでコンシーラーがこんなとこにつくんだ。コンシーラー、ほくろを隠せる、キスマーク隠そうとしたってことか。男いるんや。え、嘘、アイドルになったらさ、私売れたからあんたみたいな男じゃなくてジャニーズと付き合うわって捨てるんじゃねえの。ハッピーバースデー、いつや。え、1月43日か。2023年10月13日が誕生日。17歳。私がここまで来れたのはアスターとスターズのおかげ。スターズってなんだ。
みんな本当に大好き、ずっとそばにいるからね、ハッピーバースデー。ちゃんと綴りはわかるんや。かわいい。口がふにふにしてる。ここなんもねえな。なんもねえのもあんのか。待って、一番最新の投稿は11月21日。こいつアイドルになってすぐ問題起こしてんやな。テレビ初披露ありがとうございました。サニーは自分で信じて生きていこうって歌、そのままのあなたが一番だよ。私は絶対あなたの味方だからね。サニー絶対裏切るわこいつ。こんな露出して、あ、これか。アスターが所属事務所ってこと。アスターのセブンスみたいな感じ。ラスター、2023年に結成された7人組アイドルグループ。デビューシングルサニーは、名前は輝くという意味で、7人の輝きで世界に活力を与えることを目指す目標としている。ザ・ドラえもんズみたいなもんや。ファンダムの名称はスターズ。え、ラスターでファンダムって何？専門用語が出てきてわからん。ファンダムって何？燃え上がれってそのまま炎上したって感じ？どういうことや？失踪といえば、あ、なるほど。え、ファンの名称がファンダムな？舐められてるやん。ガノタってキモいんやろ？失踪といえば、アイドルが住所を特定されて襲われてたってニュースがあったな。え？アイドルが住所を特定されて襲われてた？ストーカーとか、いたのかな。兆候がないか探してみよう。密かに SOS を発してないか、コメントに妙な人がいないか。あ、俺は何、この子をストーカーするんじゃなくて助ける話なんこれ。あ、俺がこの子のストーカーを今からするんじゃないんや。感情移入できねえ。新しいタスク、セナからの SOS を探せ。あ、帰宅時間の推定と住所特定、彼女の気持ち、花言葉、生放送終わりに。エスク、え、ちょっと待って待って、これはデビューアカウント開設よろしくね。デビューおめでとう。ようこそ。セブエン時代から推してたよ。セブエンってなんだ。悪口は気にしないでね。すぐ歌っちゃうバブちゃんなところもセナちゃんの魅力だよ。死ぬまで愛してる。ずっと会いたかったよ。解説してくれてありがとう。可愛い写真ありがとう。もてはやされチヤホヤされまくっとる。そりゃ天狗にもなりますわこれ。17歳でマネージャーとかに対しておいとか言うんやろな。こいつフォロワー何人おんにゃ。は？ 40万3000人おんの？お口17歳で？くわー、気狂うやろな。なこれ。は？なんだこれ。肝試し会全員可愛すぎた。サブアカか。セナが一番叫んでたけど、怖いのガチで無理なマンネラインをさりげなくかばってたの押せる。マンネラインって何や？ピエン。セブエン時代からそういうところ変わってないよね。こいつ刃生えてんぞ。ナイピエン。ライブ。ラスター。タグ。あ、このタグが、サニーってタグもあるぞ。ベロ。これマイクや。セナのチッケム。チッケムってなんだ。普段めっちゃエギなのにエギってなんだ。ちょ、こいつら何言うてるかわからん。は？なやこいつら。やっぱファンのアイドルで気違いが多いんか。わかんねえ。大人っぽい表情管理、ペンサもエグすぎて恐ろしく。なんやペンタ、ペンサってケツの穴に入れるあれか。ラブリーキュートすぎ、とにかくありがとうしか言えない。尊い。カムバキ感楽しみじゃ言い表せないほど楽しみすぎ。ごめんわかんない。は？何言ってんだこいつ。在日か。これ何、 K-POP アイドルとかそんな感じ。マンデー、秘密ならマンデー。その曲しか知らん。そこしか知らん。そういう感じか。え？わかんねえ。なんだっけタスクは。彼女の気持ち？お気持ち表明はどこや？失踪したってマジ？セナ。楽しみで心臓バクバクだよ。早く放送時間にならないかな。多分これ時系列が違うだけ。こいつばっかやん。同じ人物やぞ。40万人フォロワーおんのに。帰り遅そうだね。俺が家に送ってあげたい。こいつやろ。あ、こいつじゃね。サークルののは、ああ、これはあれか、ゆうたくんか。2003年生まれ、20歳ぐらい。は、
サルトンってよ。サルなんか豚なんかわからん。どっちや。サルトンってなんや。え、梅枝大学サークルサルトン。サルトンは大学を超えたコミュニティを作るサークルです。本気になろう感動コミュニティ。なんだこりゃ。失踪したアイドルは今どこに。それよりタスクが完成しない彼女の気持ちってどこやと思う。これか。気持ち、花言葉、花言葉、これや。黄色、花、黄色の花言葉。この絵でお気持ち表明してんねや。花言葉怖い、特定できそうだな。前のセナはこんなことしなかったよね。急に闇アピするやん。セナどうしたの、どうした。制服まで出して黄色、花、マリーゴールド、パンジー、チグリア、チグリジア。花言葉、ヘルプミー。なんかこの日にはすでに助けてほしいってなってるんや。そのくせこんな不用心なツイートしてんのこいつバカじゃん。生放送終わりに。セブン、あ、これはセブン、セブエン、あ、セブエンってのはセブンエンジェルスの略なんだ。セナ名シーンまとめ。来年の目標はという質問に17歳になることと答えたセナ。天然が炸裂、事務所に言わされました。誰かが我慢してるのは、いや、チームメンバーを思いやるシーン、セナの優しさがわかります。最終回でメンバーに選ばれ涙、思わず泣いてしまいきゃ。は？泣いてる。生放送の終わりに。ちげえのか。ナイト BF は、え、東京レイディオ、イエーイ、彼氏くん見てる、やってる。21時から21時45分、ゲストは、でもこいつ俺読めない、いつもアウスターな。このグループ何、ラスターか。もう気持ち悪いんや、数字英語にしやがって。死ね。ラスターな、ごめんごめん、最近すぐ死ねっていうのやめるな、本当に気持ち悪い、読めねえ、最初に来るし。これ L なんな、わかったわかった。セナーさん、パーソナリティはバロン田中さん。こいつバロン田中っていうの。あ、サウスポーや、やっぱり。あ、ほら、あの自撮り写真は反転してる。こいつサウスポーやぞ。ピンクのサウスポーや。待て待て待て、これやろ。リアタイできた。もっと聞きたかったけど時間的にしょうがないよね。セナタクシーで一人で帰るって言ってたけど平気かな。なんで知ってんの、なんでこいつセナがタクシーで、あ、ラジオで言ってたん。労働法、ラバー、ラボー、ラボ、ラボラ、ウス、労働法、守ろう労働法。18歳未満の労働時間は午後10時まで。そんなアイドル売れるわけねえやろ。あ、そうか、9時45分までのラジオ時間やったってのは午後10時より後で出せやんからか、18歳未満は。なるほど。ん、法律なんか守ってたらアイドル売れねえよ。え、おい、生放送の終わりにエスク不審者情報、わかんねえ。は？またゆうたくんに飛んだ。え？今は必要ない。これ何？ DM 送れんの、ゆうたに？何のために送んの？あ、あの、僕もラスターのセナちゃんをしてて。生放送終わりってこれしかないよな。もうすぐ生出演。あ、あ、いいねしちゃった。ちちでか。お、探すんや。ん？あ、これメッセージか。お知らせ。あ、生年月日を必ず設定してください。17歳未満のユーザーは下記の時間に投稿できません。はい、0時から5時。
そんなあんのか。かわいい。紅やぞこれ。未成年が化粧なんかするもんなんか。生放送終わりにちょっとみんな考えようぜ。わかんないや。待ちすぎて待ちになった。ちょっといろいろクリックしてみるか。ラジオのことだよな。セブンエンジェルス。いやここは何もなさそう。時間ってどこに書いてある？ラジオの時間じゃ、はあ、これか。いやダメだ、違う。あ、東京レディオ、ラジアンリミテッドや。新人タクシー運転手エスクで仕事中。東京レディオのビルの前でセナ乗せたったエスクで降りてったし住所確定やん関西人のイメージが悪すぎる。エスク生放送終わりに。エスク不審者情報。6日午後10時頃、エスクで不審者が目撃されました。人物の特徴、黒い服と帽子、マスク、身長170センチ程度、マンションの入り口付近を徘徊。さっきのやつちゃうの？え、犯罪の証拠、お気持ち、接触。犯罪の証拠、犯罪の証拠。さっきのレイリオに飛んで、こいつだろ、バロン田中さん。バロン田中で検索できやんのか。お気持ち接触。あ、なんかマウスが左に動かん。犯罪の証拠ってなんだろう。犯罪の証拠、適当にカチカチすんなよ。でそう当たりは大事よ。フォロワーとか見れねえのか。見れねえ。犯罪の証拠、時間じゃないのか。なるほど、ここで時間か。いや違う、労働法が怪しい。タクシーで一人で帰るって。ガラスの靴持ってるおっさんがいりゃ確定なんやけどな。おい、なんかいいねしたぞ俺。これいいね欄が見れるんかな後で。は？アカウントは一つしかない。俺と一緒や。ツイッターグラム。どういう気持ちでみんな SNS のアカウント複数持つんやろ。もう複数持っとる人が信用できやんねやけど俺そういうの分かんないから。複数持ってるやつは信用したらあかんねやんな。あ、セーブって概念もある。オプション。ゆうたくんが怪しいんじゃね？ゆうたくんに DM 送ってみるか。は、今は必要ない。違うか。DM を開放してるわけや、こいつは。ってことは、他のアカウントでも DM を開放してるやつがいるかも。これなんだ？秘密の投稿？見る。パスワードが違う。このコンシーラーさ、これキスマーク隠してたんかな。え、どういうこと？この
コンシーラーってどういうもん、体全体に塗るので、キスしようと思ってここだけベロベロ舐めたから剥がれてこうやってついてる、これ剥がれたってこと、コンシーラーがここだけコンシーラーが塗ってないってこと、ニキビとかを隠す逆か、ここだけ塗っ、キスマークを隠すためにここだけ塗って分かりやすいんか、はなんだこれ、しっかり写ってるし案件感がすごい、シェインとコラボの匂わせ、シェインってなんだこいつ、誰だ、確かにハッシュタグ入れてるしな、コスメメーカーのことか、これちょっといいねしとこう、犯罪の証拠なんてわかんねえよな、現状接触お気持ち、お一番の友達セナ、セナ JK や、これがセナやな、このピンク髪の子は何、セナについてまとめました、いいねフォローよろしくお願いします、東京都 S 区 S 城誕生日え10月13日趣味ピアノ、好物バナナ、好きな色ブルー、へえそうなんだ、これがセナちゃんの情報か、カフェでお祝い、セブエンのセナが可愛くて尊すぎる、特に5話のソロ歌唱が好きすぎて通勤無理な時に無限リピートするよ、これからも応援させてください、ずっとずっと大好きだよセナ、うん、おアクリルスタンドまで出てんのかよこいつ、あハトゥーベアカフェ、ハトゥーベアカフェ東京原宿11時から21時、ラストオーダー20時半、エスク東京レイディオ、犯罪の証拠ねんかここに、エスク、労働法、労働時間は午後10時まで、パスワード誕生日なんじゃねえか、なるほど、セナについハッシュタグセナどこ行った、これいいね機能何の意味があんの、こいつ誕生日いつやったっけ、そんなバカなことある、誕生日がパスワードって、10月13日生まれ、見る、意外とネットリテラシーがちゃんとしてるぞ、バカじゃねえのか、友達の誕生日とかハッシュタグ背中がどこにあったかがもうわからん、ハッピーバースデー、友達とカフェ、誕生日祝ったけど元気なさそうだった、えこれ背中やろ、こいつのアカウントは指輪、はサブアカ、違うこいつ友達なんや、セナの誕生日や、一緒や、変わったウェーブした指輪をつけてる、あ、そうか7月20日だ、え、本当の誕生日別ってやつ、7月20日か、なんか全然違うぞ多分、オナニオじゃなかった、犯罪の証拠、他に調べれるワードあったっけ、これ古いのあるな、ちゃんと錠剤 LE バナナヘブン、好きなものバナナって言ってたもんな、コンシーラー星4、サルトンは大学サークル、
これの詳しいの見れねえんかな。ダメだ、サルトン。こいつ怪しいけどな。黄色の花の言葉はチグリジアで、私を助けて。ストーリー機能とかねえのかってなさそう。わからん。ちょっと普通にむずい。いいね欄見れないの、ちょっとね。いいねはしてんのにね。セブンエンジン、ハッシュタグも全部見たもんな。スプーンの反射はもうクリックした。それで住所が東京付近やってのがわかる。タグとコメントじゃねえかって。コメントはでもな、クリックできねえんだよな。ここで犯罪の証拠を言ってるやつ、こいつじゃね。意外とまずそうなの食べてる。オートミール私も食べるよ。パジャマお揃いの買っちゃおうかな。XX は確かにな、これアカウント名じゃなくて他の普通の名前なんやろな。こいつ怪しいけどな。5月5日一番の友達。時計の時間暗証番号だったりしないか。さすがにないと思うな。時計ってそんな時間が変わるもんやし。セナちゃんはどこにおんにゃ。情報を売るやつに DM 送れねえか。情報を売るやつって誰やったっけ。情報売ってるやついたよな。これじゃねえ。制服のとこ、こいつか。制服、こいつだ。 DM できねえ。この写真はこれセナ本人じゃねえやろな。できねえな。私物特定ボット、これが犯罪の証拠なんじゃねえか。いやでもな、タスクが完了しねえんだよ。ここになんか映ってるとか。いや一回しかクリックできねえ。ダメだな。パムパムで検索できねえよな。できねえもんな。とりあえずタグ見ようぜ。タグ、ちょっととりあえず手当たり次第タグがあったもの。セナは見た。サニー、セナのチッケム、こいつ意味わからんだよな。こいつは DM できない。古い情報はいらないんじゃないか。なんかもっと細かく調べれそうなのによ。1983-0701 1983-0701。 え？ 83？ は？ 2023年で17歳なのに友達は1983年生まれ。これやばくね。おっさんなんじゃね。何かある。ピーカツか。やばい、全然わかんないでしゅ。秘密のパスワードは、だってこれってセナのインスタグラムなわけやんか。これがわかんないと解放できやんのに。そんなもっとわかりやすいもんじゃねえかって思うけど、入れてみてもええが。だってう
まあそりゃそうや。指輪クリックできねえのか？できない。ここではコンシーラーと薬、あ違う、薬がクリックできた。うん、特定しましたってのはあのタクシーの運転手のツイートやろ。最後っぽい投稿を探せ。最後の投稿はこれだ。でもこの後に失踪してるわけやもんな。お気持ちどこだ？でもタクシーの運転手検索したけどよ、クリックできねえんだよ。あれ？どれだっけ？ラジオタグはもう見た。こいつもクリックできあんのよな。別人のアカウントに飛べるやつと飛べないやつがある。 S ワードってなんだ。2006年の1013だぞ。なんでそれは、それはなんで、どこに書いてあったそんな。それあの答え、なんで2006の2006、1013。え、誕生日って7月じゃねえの。あ、そう、ちょっと待ってな、今入力したけど、あ、2023年10月13日生まれや。は？ああ、17年前や。2006年や。生まれた年だ。これか。違うわ。でも、まあ、誕生日はそうやな。2006年の1013。え、でもさ、セナの本当の誕生日って10月13日じゃなかったよな。でもカフェでお祝い、7月20日やったよな。やっぱみんなアイドルって誕生日変えてんねやな。03やったっけ。20か。オナニオや。あー違うわ。まあこれは多分まだ関係なさそうではあるよな。確かに犯罪の証拠、お気持ち、接触、全然違うワードでなんか調べねえと多分ダメだ。1983はそれ入れた。ちょっとヒント少ねえよな。あ、生年月日を必ず設定してくださいね。ストーリーはって、ストーリーって何？俺インスタグラムやったことがないからストーリーってのがよくわからん。ストーリーってなんだ。なんか24時間だけ表記されるやつやろ。アイコンをクリックしろ。そうか、これはセナのアイコンやでダメなんだ。こういう人のツイッターのアイコンをクリックしろってことな。年齢違うんじゃねえかって、多分違う。できない。今の気持ち、今の気持ちって言ってるけどな。助けて、朝ごはん、帰り道に落ちてた、ナイト BF は飛べない。ダメだな。未成年じゃないんじゃないか。2時に投稿、いや投稿は別にいいだろ。生放送が22時以降は出れないってことよ。夜中の2時に投稿してた。
20時51分、7時14分、2時26分。え、レ、あ、そうか！未成年は、え、0時から朝の5時まで投稿できないのに2時26分に投稿してるってことは、インスタグラムはできあんの？未成年じゃねえんだ。じゃあ何このわざとらしい制服。ババア必死すぎやろ。え？時間のクリックできねえのかって、できない。でも今そこじゃないんやって、タスクが。犯罪の証拠、お気持ち、接触をしないと。1983年生まれ？さすがにないと思うけど。まあですよね。上すぎる。ホームの画面のアイコンでストーリーを見れ。これがストーリーってこと？花はもう調べた。数字が書いてある。は？15、5、904015。え？90歳か40歳か15歳か5歳ってこと？デビューが5日、誕生日が15、タクシーが40、わかんないのが90 40。年齢の話。わからん。いや、パスワードじゃないと思うし、パスワード適当に入れてもって感じがするんやけど。Help me。とりあえず150やな、全部出したら。ファンの投稿もっと見てくれ。だって飛べねえんだってこいつら。でもユータは飛べるんだ。なんでユータ飛べるんだよ。ってことは、あ、セナと出会って半年記念。半年？出会ってから毎日幸せです。デビューも本当におめでとう。これからは花道だけ歩いてね。一生押させてね。ハマってる。港区女子か。へえ、女の子が女の子押す時代よ。ん？返事が、なんでこんなちぎゅうなメッセージを。返事が返ってこねえ。まあ、そうだよな。待て。ってことは、セナラブやで、前のセナこんなことしなかったよね。セナは変わった。ユータやろ、こいつは。セナラブ一緒のやつ、こいつになるんだ。セナのブルー、いくよ。来た。今のセナはセナじゃない。私が尽くしたセナを返して。何のために私、くっさいおっさんと寝たの？バカ。何のためにて。こっちが聞きたい。何のためやったんや。生活費に回しとけ。これやばいんじゃねえの。おい、でもお気持ち、こいつが犯人なんか。接触した証拠もあんのか。 DM 行こう。そうや、ここでやるため。これで接触や。秘密の投稿を見ました。今のセナは本物じゃないと気づいてるんですか？見たんだ。当然でしょ。変身早え。デビュー後のセナは顔が人工的で言動も違うよ。何の発表もないけど、一部のコアなファンの間では噂になっている。へえ。
今のセナは誰？一体誰がセナに？今のセナは誰ですか？実は疑わしい人が一人いるんだ。友達だね。これに気づいてるのは私だけだし、本当にその人かは分からない。でも誰だろうが許せない。事務所もセナの偽物もクソすぎて無理、もう降りる。これ以上セナのこと考えるのしんどい。降りるってお前、単降りってやつか。これが最後に、お花教えて。疑わしい人ってエミカってやつ、 ID はこれ。ありがとう。エミグラム、もしかしてセナ？え？は？なんか話し方似てる。ごめん、オタクの発言だから気にしないで。は？え？エミカが私に？え？俺セナなん？エミカが私に？そんなはずないと思うけど一応確かめてみよう。え？あたしセナ？エミカ久しぶり。これ友達や。セナ目が覚めたの？大丈夫？今どこにいるの？元気だよ。ちょっと聞きたいことがあって。私の入院中に誰かが私になりすまして活動してるらしいの。その偽物のセナの正体がエミカじゃないかって噂を聞いて。私が？そんな無理やて。デマに決まってる。どこで聞いたの？そうだよね。変なこと言ってごめん。今のは忘れて。今気にしないで。それより体調に気をつけてね。なんだこれ。うん、やっぱりエミカが私になりすましてるはずはない。だってエミカは大切な親友だもの。エミカじゃないなら誰なのか特定できそうな情報を集めてみよう。セナイコールエミカ。待て、犯罪の証拠俺集めてねえぞ。どこ増えてね。今までの写真まとめ、どれも大切な思い出。似たような顔してるわ。今までの写真まとめ、どれも大切な思い出。肌出しすぎやろ。やっぱ東京におる女って変態なんやな。どれも大切な思い出。地球やん。なんだこの可愛い帽子は。待て待て、違う違う、今日暑い。え？これからバイトなるべくシフト入れてくれるから今の職場ありがたい。きつい時はセナの声聞いて頑張るよ。なんだこれ、闇バイトやろこれ。は？今からなんかこれ窃盗でもすんやろ。安いし使いやすくて好き。やえばすぎやろ。は？あ！やえば履いてた！ほくろコンシーラー！こいつじゃねえかよ。エンジョイ。もしかして本当にエミカなの？まさか。なんでそんな証拠残すの？バカな。4月7日ダンス。ダンスノート50冊目とで突入。練習内容や気づいたことを書き続けてる。もはや精神安定剤。これからも欠かさず続けていきたい。なんやこの団子は。なんか一つの写真で三つの証拠出てきた。エミカの可能性があるのかも。本人に聞いてみよう。証拠残しすぎやろ。全部埋まったわ。エミカ、少し話したいんだけどいい？やっぱり本当のこと知りたくて。そうや、さっきの話や。まだ気になってるの？うん。とさ、確かに。確かに同じもの持ってるけど。流行っているし誰でも持ってるわ。これじゃ私がセナとは言えないわよ。物で同一人物と断定するなんておかしいでしょ。セナなら分かってくれるわよね。セナは資料深いかって信じてるから。様子がおかしい。ベラベラと喋りやがる。エミカとセナの投稿に共通する部分、言い逃れされないように一度の投稿で全ての証拠を送って指摘した方がいいかも。え？消えた。コンシーラーとかさ、え？あれだろ、要は
ここのこれとこれとあとは八重歯が履いてた写真がどっかにあったはず。八重歯の写真どれだ。ハッシュタグから飛べたか。これじゃねえ。ベアーと心霊番組にあったぞ。そうだこれじゃねえ。違う、あれや、自分のあれからや。オッケーオッケーオッケー。左利きとかは違う。これだ、 ここら辺のアカウントから飛べたはず。これや、これや。今なんかある。あと2つ。正しい証拠じゃねえとダメなんじゃねえか。このクマってなかったよな。俺もそれは思う。え、俺何の写真送ったっけ。ちょっと待てよ。これ何、これ何、わからん。4月7日のダンス、これとこれとこれは OK。 4月7日のダンスと団子とコンシーラー、物じゃダメだよ。制服の写真か。これ違うんかな。これはエミカだなんて信じたくない。ちゃんと本人に確かめなきゃ。待って、クマ違うよな。団子があった。わかった、これじゃねえ。これだ。で、指輪？団子な、ちょっと待てよ。団子？これや！これ違う？制服ってなんかあったっけ？ちょ、待て待て、これで送っちゃうとダメやで。一回ちょっとこれ消して、団子、このコンシーラーはあってせやけどな。ダンス、団子は制服関係ねえな。物はダメだろ。体や、体の特徴とらやなあかんのか。でも指輪はクリックできなかった。住んでる場所？住所か。あとは分かんねえ。ちょっと待って、ガラスの靴関係ない。付箋にダンスって書いてあったぞ。付箋、あ、これか、これダンスか。これとノートの文字が一緒なんか。トンティア一緒や。あと一個、八重歯、タピオカ、もう八重歯で確定やろ。コンシーラー、団子、団子もありやと思う。ダンス、あともう一個なんだ。スプーンかな。スプーンでやってみるか。利き手の問題。でも左利きやったんやって。これ反転してんじゃねえって思うんやけど。物はダメじゃねえか。ちょっと待ってな。とりあえずこうして、いつ確かめんねんこいつ。
団子は関係ない。あのな、タクシーの運転手、タクシーの運転手、ダメか。東京レイリュー、うん、タピオカ、まあそうか、物はダメか、物はダメ、確かに。でも指輪ねえし。そうなの。でもスプーンの反射は割とさ、これ東京、ちょ送ってみるか。結構でも証拠集まってんぜ、言うて。あ、送っちゃった。確かに、確かに同じもの持ってるけど、流行っているし誰でも持ってるわ。これじゃ私がセナ、いやいや、刃とかコンシーラー、物で同一人物って断定するなんておかしいでしょ。セナなら分かってくれるわよね。あれ、なんか繰り返してね。様子がおかしい。エミカとセナの共通投稿に共通する部分、言い逃れされないように一度の投稿で全ての証拠を送って指摘した方がいいのかも。ダメなんや。全ての証拠、これとこれとこれは確定でいいよな、この3つは。これは絶対そうやと思う。やえば2枚送ればいいんじゃねえか。あ、なるほど。そもそも もう一個なんだ、そう、3つずつ送る。コンシーラーか。いや、コンシーラーじゃなくてあれでいいと思う。あ、やえばもこっからや。これと、あいつ誕生日、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーじゃねえ、セナでこいつに飛んで、ここでこの筆跡と八重歯とこうじゃね、歯と筆跡、コンシーラー、これでどうよ。はっ、狂った、パス。はピエンと丸と四角とハート、はっ、あの、 何も俺が言わんねやけど、要はパスワードや。あの、あそこや、丸四角ハート覚えて。ピエンはおそらくこれ90、丸四角ハート160や。掛け算があった。90かける足す足す足す丸丸丸、え、つまり450490505、505を入れればいい。セナへ、 ID セナー143、パス。このアカウントにログインして、エミカより。え、エミカより、このアカウントにログインして、はい、セナへ、こういうこと、アカウント、なんでそれでいけねえんだよ。エミカに聞きゃいいんや。今は必要ない、用済みやん。はい、どういうこと、どういうこと、
ログアウトしなきゃあかんのか。俺アカウント1個しか持ってねえからわかんないや。ログイン。あ、俺これログインできた。ひらぎのセナ。え、ログインしたよ。あ、なんだこれ。アカウント削除、投稿メッセージ。待て、どんな DM 来てる。エミグラムからしか来てなかった。投稿今は必要ない。下書きは？喫煙所から漏れてきた会話。喫煙所から漏れてきた会話を今も覚えている。エミカって子、ダンスはともかく歌に変な癖がついてる。セナのようにまっすぐな人材を揃えたい。あの子は不合格。独学で覚えたことなんてプロにはすぐバレる。努力すれば夢は叶うと思い込んでた。でも違う、夢をつかむには環境と適切な努力が必要だったんだ。うん、そんなこと言われてたんか。セナと初めて会ったのはオーディション会場だったね。私が課題で歌ったルミノシティに反応して、私も大好きな曲なのとか、ダンス上手だねとか話しかけてくれた。同い年で K-POP 好きなのも一緒。すぐ仲良くなって連絡先も交換したね。セナと出演できたら本当に良かったのに。これムービーやぞ。大丈夫か。お前すごい感覚、20分ごとにつぶやくな。は？私はエミカ、16歳です。私は辛い時、人生に絶望した時、アイドルに救われました。キリッとしてんな。ハート多すぎやろ、髪の毛に。辛くて嫌で何も期待できなくなった時、アイドルに救われた。やばい、ちょっと噛んじゃった。もう一回言わせてください。辛くて嫌で何も期待できなくなった時、アイドルに救われた。好きなアイドルが笑うと世界が少しだけ輝くから、今が最悪でも頑張ろうと思えた。アイドルになる夢を諦めかけたこともあります。16歳にして。でもそれをつなぎ止めてくれたのもやっぱりアイドルでした。事務所に入ってない自分が応募できるチャンスを得られて本当に感謝しています。セブンエンジェルスへの気持ち、アイドルへの気持ちは誰にも負けません。10年元ダンス講師の母親からレッスンも受けてます。よろしく。何してんの。は？やばい、この展開は。おばあちゃん今撮影。ああ、真男かと思ったわ。撮影中。おばあちゃん、ふーん。あ、やば、バイト行ってくるね。平和やねえか。10時か5時、5時間は練習できるわ。3時まで。まずは歌の練習ね。先生はネットの無料動画レッスン代なんて払えないし。うん、その分人より努力よ。頑張れエミカ。頑張ってたんやエミカ。は？エミカ。セナ、ここまで来てくれたんだね。オーディション後初めて会った日のこと覚えてる？あの日私はセナは最高のアイドルだって確信したんだよ。オーディションの結果が出た次の日、私とセナは街で遊んでいた。え、気まずくね？俺受かってお前落ちたのに。帰り道、話を切り出したのはセナからだったわね。エミカ、私受かったの。うん、おめでとう。セナなら受かると思ってたわ。ありがとう。エミカも落ちたわ。ちょ待ってな。お茶飲もう。ちょっと話しづらくなってきた。早え、合否発表が早えよ。
気にしないで、私はダメだった。それだけ。私は輝ける人間じゃなかっただけ。私に価値なんてないのよ。そんな違うよ。目は合わせるやん。あ、エミカ聞いて。これ何、裸なんか服着てるんかわからん。着てるな。え、どっからどこが、え、裸と服の境界線がわからん服や。え、エミカ聞いて。セナは歌い始めた。それでルミノシティ、私が先行で披露した大好きな曲。それで炎上したんや。街灯に照らされるセナは誰かに似ていた。ああ、そうか。私が人生の支えにしてきたアイドル、セナはその人にそっくりなんだ。わあ、セナはアイドルになるべき。セナがアイドルになれば多くの人を救える。セナがファンを笑顔にし、ファンに愛され永遠にきらめく。そんな物語を私は見たい。サビの歌詞知ってるよね。光はあなたの中にある。無価値だなんて言わないで。私、エミカのパフォーマンスが好きだよ。エミカは素敵だし、輝ける場所は他にもあるよ。なんかガールズバーとかコンカフェとかさ、そういうところで頑張ればいいと思う。ありがとうセナ。それにおめでとう。番組頑張ってね。セナならきっとデビューできるから。あん、いい仲やねえかよ。久しぶり、収録はどう。あ、こういう服やったんや。あ、なるほど。なんかこう紛らわしいんや、この黒いのちっちゃすぎて。こう上着がこうやってこうやって羽織ってたんか。なるほどな。もうエミか、すごく大変だよ。でも夢に近づいてる気がする。ドリーム？小さい頃、地域のイベントのステージに出たことがあったの。うん。いつもは忙しいお父さんも休みを取ってきてくれてね。両親やお手伝いさん、それに観客の人、みんなステージを見てすごく喜んでくれたんだ。その時思ったの。いつかもっとたくさんの世界中の人を笑顔にしたいって。それが夢。育ちがいいんや。番組が始まり、セナにはファンがついた。まあセナなら当然よね。だってセナだもん。セナならもうこう腕組みながら応援してるわ。セナいつも笑顔だし、絶対陰口言わないの信用できる。分かってるじゃない。いいね押しましょう。いいね。デビューしてほしい。いいね。生きがいいいね。セナの歌聞いて勉強がもいいね。ラブラブセナ。外人も見てる。いいね。炎上、脱落者の前で歌い出すセナ。セナの行動が物議を醸した。私の前で歌ったばっかりに。どう考えても編集が悪いわ。セナは歌って元気づけようとしただけよ。完全煽ってる。悪口言ってる米、ん？完全に煽ってる。バッド。悪変って言ってる米、節穴。セナの頭がお花畑だけなの認めなよ。それは認める。急に歌うるせえ。若い子ってそうなのでしょうか。違います。セナってブリックブリッコー。キッズ、こういうタイプ、お前が無理じゃバカ、死ね。マジキラ、お前が嫌いじゃ、死ね。脱落希望、うっせえ。鬼の形相、死ね。死ね言うてますわ、この子。そりゃお前オーディション落ちるわ。人間の底が見えてたんや。やっぱオーディションの採用する人って見る目があるんやな、ちゃんと。危ないもん、こんなやつ。よかった、デビューしてたら炎上してたことやろうな。
セナは呼吸してるだけで世界を照らせるのに、こいつらが吐く言葉は世界を汚す。豚の素質がありすぎる。無価値なアンチがセナの夢を邪魔するな。エミカ、セナ平気、コメントは見ない方がいいわよ。そう、コメントはファンの人の意見だからなるべく見なきゃ。それで傷ついたらどうするの。嫌ならいいのよ。ありがとう。でも大丈夫、大したコメントないから。あの時もっと話を聞けばよかった。え、どうなったんや。俺もたまにそんなん来るわ。そこまでじゃないと思う。そうすれば。え、どうなったん。夜遅くにおめん起きてる？どうしたの？さっきスタジオでのレッスンが終わったの。うん。今エミカの家の近くにいるから一緒に散歩したくて。迷惑かな？いいよ、危ないから少しだけね。え？エミカ、デビュー決定おめでとう。うん、私はおっぱいが本当に大きいな。ありがとう。安田はね、そう？インナーカラーがすごいな。えへへ、ちょっとね。セナ、何かあるなら相談して。私はラスターでも事務所でもない、ただの友達なんだから。まだネットでいろいろ言われるの。悪口以外にもイメージと違うとか、セナはそんなことしないとか、するに決まってんだろ、プッ。最近何しても否定されるかと思うとすごく怖い。あ、あるんやな、そんな悩み。お前ら全肯定かと思ってたわ、アイドルとか。知ってる？アイドルは偶像って意味なんだって。え、偶像？みんなが見たいのは完璧な偶像のセナなのかな。なんか疲れちゃった。私つけまつけすぎじゃないかな。なんだ？セナの愚痴やかパンダちゃん、パンダちゃん愚痴アカツイートしてんの、裏アカで。なんでアイドルのやつらでそんなツイートすんの、アホなん。アカウント複数持つなよ。メンバーとキモいオタクの話で盛り上がってそう。コメント、メンバーとキモいオタクの話、そりゃアイドルってそのようもんやろ。いろよ、私への悪口は気にしないことにしたのに、メンバーのみんなまで。セナ、危なー。あの、スマホしながら歩くのやめましょうね。え？アホやん。ちょっ、え？あ、スマホでかっ。え？手首までのサイズぐらいあるスマホやん、これ。セナは病院に搬送された。昏睡状態で芸能活動なんて不可。デビュー直前にこんなことに、と頭を抱えるマネージャーに私は提案したの。自分、いけます！整形した私をセナとしてデビューさせ、自己を隠さないかって。体張りすぎ、笑った。もう改造してからセナになりきんの、嘘。私たちは体型や声がよく似ていた。164センチ46キロ、血液型 A 型の16歳。顔と言動をコピーすれば可能とか、提案を飲まないなら事故は番組の炎上のせいだと公表するとか。脅してる。いろいろ言ってセナが復帰するまで期限付きで成り代わることになったの。あ、そういうことやったんや。真似するのは簡単だった。ずっと見ていたから、セナの言葉、歌、ダンス、笑顔。そうか。
セナ、私の親友、理想のアイドル。これどうなってんの？変えたんか。デビューすればその輝きで世界を照らすはずだった。でもアンチの言葉にその夢は殺された。そんなの許せない。セナがアンチに負けるなんてあってはならない。こんな現実絶対に間違ってる。キラキラしてる。だから私が続きを演じるの。私が私じゃなくなっても。そうか、セナは偽物やったんや。だから誕生日が違ったんや。え、どのファイルにセーブしますか。え、分からんが、これはどこ行っても一緒っぽいな。3で。あ、セナ、それで私に。セナの夢が叶わないのは世界の損失よね。これはセナが救うはずだった人たちを救う事業よ。そんなのバレるよ。うん、バレるよ。何おめえ余計なことしてんねん。別人になりすますなんて。何？私がセナとして出たミュージックビデオ見てくれる？どれ？うん、見るぞ。ミュージックビデオ、そこに映っていたのは私だった。エミカは完璧に私を演じていて、元の人格は少しも感じられない。完璧に。私はセナはこんな風に歌って踊るんだとすら思ってしまった。ええやん、休みたい時変わってもらおう。本当に私みたい。私が動けなかった時もセナはみんなを笑顔にできてたんだね。でも少し疲れたの。あんなにセナになりきるって決心したはずなのに、一切のミスが許されないことや、ファンに疑われるのがこんなに怖いと思っていなかった。想像力足りてね。セナに一目会いたかったけど、自分の修行を思うとセナに会う資格は私にはなかった。え、会いに来ていいよ。会いに来てよ。会おうや。え、私分かってないことだらけだけど、エミカがたくさん苦しんだのは分かるよ。だからエミカは嫌かもしれないけど、ちゃんと会って話した方がいいと思う。私もエミカと話したいこといろいろあるし、病院の場所知ってるでしょ。うん。なら大丈夫だね。私待ってる。面会時間は終わってるし、駐車場で話そう。いや、外はまずくね。うん。あ、ちゃんと変装してる。本当にそっくり。私髪の色落ちちゃったから、エミカの方が私っぽいね。それにしてもびっくりしたよ。起きてからずっと怖くてネットに触れなくて、今日やっと見たら私が失踪してたんだもん。目覚めたばっかなんや。今日の私ちょっと探偵みたいだったな。ネットでエミカの足取り調べたりしたの。エミカ、私セナに謝らないと。うん、それはな。勝手なことして。あのね、エミカ、確かになりすましのことを知ったときは驚いたよ。どうしてって思ったりもしたし、でも私よりエミカの気持ちの方が気になるの。私の気持ち？だって本当にセナをずっと続けるの？エミカには素敵なところがいっぱいあるのに、それを押し殺して他人として生きるなんて辛いと思うよ。前にも言ったでしょ、エミカにはエミカの輝きがあるって。うん。もしエミカが自分の力で輝きたいなら、やっぱり真実を公表した方が。ダメ！違う！私じゃダメなの！プルプルしてる。カラコンが落ちるよ、そんなに揺さぶったら。私じゃセナみたいに人を笑顔にできない。セナみたいな天性の愛嬌がない。セナには人を1秒で引きつける歌声がある。くるくる変わる愛らしい表情や、嫌味にならない優しさだってあるわ。ツイッター見たらわかるでしょ、セナが好きな人のコメントや投稿がたくさんあるじゃない。
セナが大好きでセナがいるからやっと毎日を生きられる人たちが大勢いるの。セナじゃないとダメなのよ。はっ。別にエミカでいいじゃない。え、別にエミカでいいじゃない。え、いや待てよ、そんなに私を好きな人がいるんだ。ちょっと正当正攻法でいこうかな。いや待てよ、でも俺グッドエンド見てえからな。まずはバッドからいくか。別にエミカでいい。いやどっちやろ、わかんねえ。上が普通やと思うな。いや上行こう、そんなに私を好きな人がいるんだ。素直に、そんなに私を好きな人がいるんだ。確かにネットを調べてる時に見たかも。デビュー前から応援してくれる人、番組での私を評価してくれる人、誕生日を祝ってくれた人、そうよ、たくさんいる。そっか、私を好きって言ってくれる人のこと忘れてたかも。ん、何忘れとんねん。ありがとうエミカ、私アイドルに復帰したい。じゃあ私はどうなんの、顔まで変わったんやけどって。え、そりゃしゃあないで。リハビリが辛くても構わない、私を好いてくれる人がいるのなら。でもまたアンチに何か言われたら。え、そんなゴミの意見なんて気にしなきゃいいじゃない。また傷つけられたらどうするの。セナは純粋で優しくて繊細な子だからこそ、芸能界みたいな場所はセナにとって毒よ。じゃあどうせっちゅうね。アイドルや言うて芸能界毒言うて。セナは綺麗なものだけを見て、優しい人とだけ接して明るい道だけ歩いて。過保護すぎる。増えてくよこのままじゃ、びっくりマークがどんどん。もしまた同じようなことが起きたら。お願い。それってなんかやばいよ、厄介オタクだよ、キモいよ。やばいやばやばい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 、ごめん言い過ぎた。刺される、怒らせた。でも私言うほど繊細じゃないよ、一応セブエンで生き残ったんだから。そうよね、結局私もセナに勝手な理想を押し付けてる側だったんだわ。そうだね、無理な理想を掲げてたのは私もそうだよ。前の私はみんなに好かれたくて否定的な言葉を見るとすごく落ち込んでた。でも世界には本当に本当にいろんな人がいるって分かったの。本当にいろんな人がいますよね。何をしても文句を言う人はいるし、うん、6割そう。だったら気にしないでいいのかなって。その代わり私を好きって言ってくれた人たちの方を向きたい。これからはその人たちを絶対笑顔にするアイドルになるの。もちろん自分の気持ちも大事にしながらね。セナ、もう前のセナとは違うのね。ごめんなさい。頭下げます。セナとしての活動はやめる、許さなくてもいい、でも謝らせて。今まで本当にごめんなさい。この子どうすんやろこれから。あのセナのそっくり芸人として生きてくんやろか。うん。今すぐには私もいいよって言えないと思う。でもね、これだけは忘れないで、エミカも私が絶対笑顔にしたい人の一人なんだよ。これからはセナじゃなくてエミカとして笑って、エミカの人生を生きて。約束だよ。どうする。うん、はあ、あ、なんか捕まえ、ゆうたくん捕まってる。は、ゆうたくんが何、引いた犯人やった。セブンエンジェルス。
エンディングや。ゆうたは何もやったんや。これ絶対グッドエンドやん。今からバッドエンドも見に行く？犯罪の証拠見つけてないもんな。でも見つけ方わかんねえや。これルートいくつあんの？いいゲームだったじゃん。いや、バッドとか7個あんの？嘘でしょ。結構あるね。リュウタの投稿から見つけられる。ちょっと展開がギャグに見えちゃったな。あ、大丈夫、僕もそう見えてたから。あの歩きスマホで、あのアンチの言葉に聞きすぎて、あの信号わからんくなって歩きスマホで引かれてたから。Thank you for playing。 あ、エミか。元の髪型に戻した。エンディング6、アナザーシンデレラストーリー。え、まだまだあるぞ。エンディング6。あ、セナ、帰ってきた。これエンディングの数なんか。コンティニューだ。待って、まず分かりやすいようにファイル4から違う選択肢選ぼう。おかしいよ。ちょ待って、あん時セーブしとけよかった。あそこでさ、本当に私みたいで一番最後だけ違うの選んでみよっか。ちょ、変わんなかったらごめんな。ただ、セーブがなかった、そもそも。いや、ここでセーブできるんだ。はあ。あ、ここや。会いに来ていいよ。を、点点点にしよっか。セナに何も言わずにこんなことをして、その上結局完璧にやり遂げられないなんて中途半端で最悪だよね。うざ。でも今更やめるのはもっと無理。やめたらセナがアンチに負けたままになっちゃう。セナが本人がまだ活動を再開できないのに今放り出したら理想のセナは崩壊する。分かりきってるのに体が動かなくなる時がある。ごめんなさい、面倒よね。こんなこと書いてないでレッスンでもすればいいのに。セナを続けなきゃいけないってことは重々分かってるのに。でも最近夢を見る。自分のしたことが全部バレる夢。セナからも軽蔑され、みんなが離れていく夢。それで眠れないの。けど仕事はしないといけない。だってセナなら楽しそうにこなすはずだから。そうでしょう。もうレンドルミンないと動けないけど。本当にごめんなさい。もう嫌よね、堂々巡り、ずっと同じことばかり。自分が嫌、最悪。セナに会いたい、でも会っちゃいけない。セナに何も言わずにこんなことして、いつ会おうって言ってくれるんやろって思いながら。あれ、ちょっと待って、ループしてね。そうなのかな。会いに来てよ。え、一緒や。私分かってないことだらけだけど、ここ一本道にされるぞ。うぜえな、誘われ待ちって。じゃあ結局あそこか。あそこの選択を変えるんか。駐車場で話そう。うん、よし。ここで違う選択肢でもエンディング一緒っぽいな。でも本当にそっくり。セナに謝らないと。あのね、エミカ、なんかループしそうやな。
セナじゃないとダメなのよ。別にエミカでいいじゃない。別にエミカでいいじゃない。私そんなにアイドルというか適当にやってジャニーズと結婚すればいいと思ってただけだし、何でもいいじゃん。えっ、何それ、はなんだこの顔、なあさ、セナじゃないとダメ、セナを好きな人がいるって、何、その人たちはエミカをが演じてるセナを見て好きって言ってるんでしょう。確かに、だいたいほとんどの人はエミカがなりすましてることに気づいてなかったし、私じゃなくてもええのよ。ファンの人が求めてるのは私じゃなくてエミカじゃないの。何言ってるの、私の行動は全部セナの真似なのよ。セナをそのまま再現してるだけ。ファンは私じゃなくて私を通してセナを見てるのよ。そのセナは私じゃなくてエミカやファンが作り上げたセナだよ。活動に本当にエミカの意思が一切含まれてないと思う。それはそうかもしんないけど、私エミカを探すためにネットでいろいろなものを見ちゃったの。それで分かった。アイドルは人を笑顔にできるけど、お金儲けに利用されたり理想を押し付けられる存在でもあるんだね。そうだよ、アイドルなんて大半がそんなもんだし、アイドル自身もそう思ってるよ。何よ、エミカなら分かるでしょ。昔の同級生に個人情報を売られたり、ファンが家に押しかけてきたり、勝手なコメントをされたり、私アイドルはどこまで怖いものなのか本当に分かったんだ。だからこれからもエミカがセナを続けてくれない？え、でもそのちょっとそれはいけないことというか、セナに申し訳ないというか。申し訳ないと思うなら最初からなりすましなんかしなければよかったのに。悪いと思ってるんでしょ。じゃあエミカのやるべきことは一つ、始めちゃったのなら最後までセナをやりきること。そうでしょ。いや、不安ならセナになりきれるよう私がサポートしてあげるよ。父でか。プロデュースって言うんだよね、こういうの。だから逃げないでよエミカ。ううん、完璧なアイドルセナ。いやー、素晴らしいお話でした。なんか BGM 狂ってるしな。2050年9月23日セナドームライブで8万人熱狂。めっちゃ人気や、8万人。絶大な人気のアイドルセナが23日、なこれ、幕張メッセで単独ライブを行った。2回の公演で8万人のファンがセナに熱烈な声援を送った。すごい、圧倒的な好感度の高さで国民的アイドルとしての地位を確立したセナは、新曲も海外チャートで首位を獲得し、今トップアイドルと呼べるのは間違いなくセナだろう。でも偽物なんだ。終わった。こいつは何なん、これゆうたさんは何なん。いやー、気になりますね。他のエンディング何があるんだこれ。スキップするか。あ、わー、エンディング7、ウルフ・イン・シープス・クロッシング。そういうアイドルっておるんかな、ほんまに。あ、これはこれでいいエンディングやったな。次どこだ。検索ワード分岐どこだろう。
6がベストエンドなんかな。バッドエンドもあんのか。さっきのってバッドエンドか、そもそも。最初から合わない選択ってできるんかな。証拠見つけようぜ。やべ、これ見たわ。ループしてたからこっからは無理かな。確かにここはもう無理か。ってなるとどっからだ。ファイル2からか。あ、これでお話ありがとうで終わる。疑わしい人ってエミか。あ、結局ここは一緒なんだ。もしかしてセナ。やべえ、セーブした場所が中途半端かも。そうなん、私はセナだったの。ユータとさ DM ってどうやったらできたんやろな。ユータのアカウントにパスワードがある。なるほど。そう、自分がセナって分かったシーンや。でエミカに連絡を送るけど、こいつが白々しく白を切るという。ユータの証拠って絶対掴むんだろう。花言葉とかは要はエミカがそうやって演じているのを、自分がセナを演じていることに対するヘルプを出してたって話やろ。この証拠の、犯罪の証拠がつかめてねえから、それをつかみて。あれ、255やったっけ。違うか。505や。これも見た後か。ユータの投稿あされ、ちょっと待てよ。今ならユータの投稿ってさ、ユータにセナから DM すればいいんじゃね。あの花言葉、助けて。私の推しの家に入る実績解除、盗撮画像のパンツ、これじゃね。死後的、ユータやば、勇者すぎる。身内用だしすぐ消すから保存しとき。それパンツ、おパンティ。これアカウント販売してたやつか、同級生の。違うか、一緒じゃね。これは高く売れるぜ。セナをストーカーしてたユータに DM を送ってみようか。はい。大学のユータさん、セナの行方を教えて。梅枝大学。なんで大学名。個人情報なんてすぐわかる。あなたがセナを襲ったんでしょう。あなたの個人情報を警察に教えることも。違う、俺じゃない。俺はちょっと部屋に入って、パンツ、パンツだけ身内で楽しむだけのつもりだったんだよ。立派な犯罪だね。え、すみません、反省してる。でもセナの行方は知らないんだ。俺よりセナの同級生に聞いた方がいいよ。 SNS で情報を売ってる子がいるんだ。俺もノリで住所を買って。え、あ、いや、とにかく知らないよ、関わらないで。うわ、こいつアカウント消しやがった。
裁くぞ。ん？ラスター・セナ休業発表。失踪していたセナが無事に帰宅したと今日公表された。しかし事務所は同時にセナの休業を発表、自分と向き合う時間を作るとのこと。一番怪しい人物からも情報は得られなかった。はあ、え、調子はどうですか？検診に来ましたよ。あ、セナ。はい、問題ないです。可愛いなこいつ。イグノランスイズブリス。え、これがエンディング 3？ これしょうもねえエンディングだべ。おい待てよ。あ、でもこっからしか行けねえ。オートセーブこれやめて戻ってアカウントログアウトして、あれ、これパンダちゃんじゃないよなこれでセナでログインして、でここでこれでユータに DM 送ってみやん。ユータ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 、セナにこいつに連絡送ったらどうなんやろ。今は必要ない、ダメか。犯罪の証拠を抑えろよ。でもあれ見たらバッドエンド直結やったしな。ユータ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 、今はダメなんだ。でも犯罪の証拠はもう集めたんやな。ユータの写真を撮ればいいんじゃねえか。アカウント削除。住所売ってたやつじゃねえか。いやでも今検索もできないみたい。この状態になるとダメなんだ。このもうこっちのセナエミカの証拠を集めろってなっちゃってる時点でダメっぽいな。あ、え、いいえ、これ写真撮れねえの。犯罪の証拠、ユータの投稿を見てから。あ、そうか。じゃあもう一個さ、これ、こいつにはメッセージ送れねえわ。やっぱりセナの証拠を撮ってから。あ、でも DM って送れやんだよな、これ見たけど。ユータに DM した後は操作できずにバッド一直線やった。他なんか見れそうなエンディングあるか。ツイッター開いて右下を見てくれ。右下？これ、このアカウントにログインして、今ログインはできる。え、なんかいいエンディングもう一個ぐらい見てんだけど。ツイッターだよって。ツイッターって何？これはツイッター？インスタ？わかんねえ。さっきの情報売ってたやつ言ってもさ、これがツイッターや。右、あっ、セナアホ、頭に何も詰まってないの。セブンエンジェルスの時も我慢してやったのに、また界隈荒らすの。失踪の原因がアンチとか知らないけど、それで病んで消える程度の覚悟なら、アイドルやらないでほしいし。
ラスタに泥を塗った罪は二度と消えないことを思い知らせてやりたい。今セナ探してるよ。セナに罪を突きつけてやる。変身する。怖い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 。セナアホな。何かに巻き込まれてるかもしれないのにひどいこと言わないでください。彼女だって人間なんです。こんな言葉を見たら傷つきますよ。かっこ本人は人間。しかもアカウント消しますとか予防線張ってる。クソやねえか。だとしても私たちの前では完璧な天使になるのがアイドルでしょ。セナはその役割を放棄したんだよ。それは絶対許しちゃいけない罪だよ。あ、セナいたわ。歩いてる。え、やってやる。セナ警察来てる。え、てかセナ、エミカがバイハーワンズウィアーヒールド。とまあ死んだところでね、これ多分他のやつバッドエンドでしょうもなさそうやな。なんか包丁きた。これえ、これエンディングとは別なんか。やべえ、これ以外にもエンディングがあるんや。写真じゃねえ。え、じゃあエンディングは全部で7種類ってことか。全部やろうぜ。でおめえらちょっとヒントくれよ。正直 しらみつぶしにやるの難しいぜ。変身しないにしてみよう。でもこれじゃ進まねえってことや。全部揃えたらシントゥルーとかあんのかな。トゥルー、まあトゥルーっちゃトゥルーのやつあったけどな。6が、最初からじゃないか。最後のやり取りの後アカウントを消す。いつ？アカウント削除。いやでもさ、アカウント削除って言うけどアカウント消せなかったもんな。ユータのまだエンディングある。それはどうやったら見れる。ちょっとヒントくれ。秘密の投稿を見れる人物は全部見たな。消せるタイミングあるんか。消せるっつってんだろ。まあだからその消し方だってこれでログインするやろ。ほら消せないじゃん。どうやったらそれで消せるのかって話よ。今は消せないってこと？ユータは大学の情報を入れてから DM ができる。何？大学の情報を入れてから。セナにストーカーしてたユータに2003に DM 送ってみようか。え、これでいいんかな。大学のさっきしたのと一緒やな。大学の情報を知らない前のエンディングが足りてない。あー確かに、それは最初からやらんといかんな。一緒だね。でも反省してるし、こいつセーブがダメってこと。なんかでもそれあんまいいエンディングじゃねえな。最初からやらないとダメだなそれ多分。なるほどね。今のセナは誰、一体誰がセナ。そうか、なるほど。エミカと対決してからアカウント消せ。
なんかちょっと1個ぐらいいいエンディング俺弾きたいんよな。さすがにちょっと胸クソ悪いの多いからな。エミカと対決するか。この状態でエミカに DM 送って証拠を集めろってなってるから、アカウントを変えて、違う、この状態で、ちょっと待てよ、これとこれと、もう一個なんだっけ、やえばや、これで、でこれでエミカの投稿に飛んで、証拠突きつけてもええかな。ユータは別になこれ以上何もなさそうや。突きつけなきゃいけねえんだろ。これで突きつけていいか。もういいエンディングはないぞ。あ、ほんとね、6と7でもう終わりなんか。いきなりじゃあ正解引いたってことか。なるほど。じゃあこれで終わりか。あ、とりあえずパスワード入れろってやつ。あ、アカウント削除ができるって言ってるやついたやん。削除の仕方が知りたいんやけど。でこういうことね。でもできる気しねえんだよな。いや、いいゲームでしたね。この画面で、セーブしとけよ。だってこっからもう残りのエンディング見ても割としゃあなくない？正直。こっから残りのエンディング見てももうあんまなんもなくね？アカウントも切り替えたやろ。削除エンディング見たいんやけど、削除の仕方わからんのよ。下書きを見ろ。これ見ないとダメなんやったっけ。エミカとの会話でおかしいよな。あとアカウント削除。じゃあこっからエミカと会話すればいいんだ。これで、あ、来た。このあとおかしいよが来んねやな。なげえか。これをもう一度見なきゃいけないんだ。落ちたわ。おかしいよ。偽物の8万人集めたやろお前。おかしいよっていつだっけ。コントロールできないです。よし。またこれやらなあかん。で、低評価で死ねって言わなあかん。
死ね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 ほんまに言うとるちなみにこの実況でここが一番好きでした。おいつおかしいよは来るんや。傷ついたらどうするの。でもね、どうなんだろうね。結構ひょっとしたら傍から見たら俺も傷つきそうとか思われてんのかな。めっちゃ傷ついてます。あれこの後やっけ、交通事故に遭うの。はあ、でどうやってアカウント消せばいいんや。でもアカウント消しても絶対ハッピーエンドにならんと思う。こっからアカウント消せんのか。こっから消せるよな。セナでクソデカセモスマホってやつ。何度見てもおかしいだろう。でっか。こっから本当にアカウント消せるか。またもうなかったことにする。セナなんてアイドルはいなかった。私はアカウントを消して失踪するの。もう消せやんやねえかよ。いつ消せんねん。いける、こっから。戻れねえ。ここで会う前に。これや。おかしいよを言えばいいんだ。本当に私みたいしか選んでなかったから、おかしいよを選択して。誰に言われてここまでしたの。私が望んだの。私がセナの物語を続けたかっただけなの。だとしてもなんか変だよ。ごめんね。私のせいなら私が終わらせないと。セナ、セナ、これで消せるんか。なるほど。私がセナを終わらせるの。消えてる。私整形までしてセナになってのに。嘘。そこ何回叩いても多分ダメですよ。セナ、セナね。なんで、なんで私のやることを否定するの。セナが傷つかずにセナが人を救済するにはこれしかないのよ。なんでセナ。ディズニーの悪役の方向みたいになってる。うわー。外でかい。え、あの子、君未成年だよね。保護者の方は近寄らないで。私はセナに。こっち来て、親御さんのところに送るよ。いやー、こら。あ、死にそう。エミカ、
あ寝不足かな。こんなのセナじゃない。なんだセナ、ここにいたんだ。頭おかしなっとる。そうだよね、デビューしてから歌もダンスも SNS も私がしてきたんだ。エミカの文字薄れてる。セナは完璧に全てをこなせる、いつだって優しいアイドルね。声でとる。ディープオブファイス。いいゲームでした皆さん。プリコラージュアイドリゼッド、楽しかったです。お付き合いいただきありがとうございました。みんなね、誰かになってもいいことありません。自分らしく生きていきましょう。ではさようなら。ピッ、アクタン。アクタンはアクタンだよね。他の何者でもないよね。僕のそばにずっといてくれるんだよね。